よし、50メートルダッシュ15本終わり。しばらく休憩して。はい。おら、どうした、声が出てないぞ。もはい、もうすぐ夏の全国大会だな。今年も優勝すれば史上初の。そうなったら俺たち入学以来負けなしで卒業だな。ああ、頑張ろうぜ。みんなお疲れ様。汗かいたでしょ、みんなタオル持ってきた。サンキュー。しかしマネージャー変わって。ほんとほんと、小学生の時は応援団長までやって、今じゃすっかりおしとやかになっちゃって。翼くん、はい、タオル。ありがとう。なんだよ、翼のタオルだけ新品じゃんか。え、なんでだよ。もういいじゃない。相手。おい、翼、片桐さんが来てるぞ。え、片桐さん。あっちにいるから行ってきなさい。はい。なあ、片桐さんって。ああ、全日本サッカー協会の人さ。小学生の時から翼の、今年の春に翼が高校選抜の合宿に特別参加しただろ。それも。へえ。こんにちは、片桐さん。元気そうだな、翼。はい。今日はお前のプレイ動画をブラジルのプロサッカーチームに送ったけ。本当ですか。いくつかのチームから返事が来た。じゃあ中学を卒業してすぐに。ああ、しかし向こうもプロだ。すぐに契約はしてくれ。おそらく向こうに行きプロテストを。はい。翼のサッカーの師、ブラジル代表センター。翼は小学校卒業と同時に。しかしロベルトさんは何らかの。だが翼は失意をバネに大きく成長し、翼の実力は。片桐さん。ああ、すまない。それじゃあ今日はこれでし。え、も私も忙しくてね。これから全国を視察に。まあとにかく今は全国中学生サッカー。はい。必ず勝てよ、翼。もちろんです。俺の目標は全国大会3連覇ですから。そうだ翼、3年連続いや、そしてブラジルに渡り、その時日本のサッカーは、そしてワールドカップに。じゃあ、話は終わったみたいだな。うん、よし。うん。ハーフタイム。お前たちの実力。何？お前はヒューガ君。てめえ何しに来やがった。たまたま近くに遠征に来たんだな。挑戦状。挑戦。全国中学生サッカー大会、俺たち東邦学園は。しかし今年は中学ナンバーワンゴールキーパー、それに小学生の時の俺のパートナー沢田武史も加わってと。そしてサッカーは一番上手い選手のいるチームではなく、今年こそお前ら南葛に勝って。ヒューガ君、俺たちだって負けないよ。そうだぜ、今年もお前。けっ、おめでたい奴らだ。もう全国大会に出た気でいい。ほんとほんと、小学生の時同じ南葛 SC にいたものとして。誰だ。なんだ、浦部たちじゃねえか。久しぶりだな。しょ、慣れ慣れしくすんじゃねえよ。昔は。なんだとてめえ。お前らの南葛中の連勝記録を止めるのは東邦な。何を言ってやがる、小学生。いいだろう、俺たち似た。行くぜ大空翼。翼、そのボール俺たちから守ってみろ。行くぜ。
よし、翼がボールを取られた。4人がかりとはいえ翼からボールを。それだ。はい、行け、俺のハヤブサシュート。すげえシュートだ。見たか、これが大友中の実。今年の全国大会出場。いいか翼、その余裕の面が二度とできないように。そういうことなんで。ケン、ああそうだ、先輩たちにいろいろ言ってくれましたけど、そういうことは俺みたいに一度でも。何？じゃあんたのまな弟子の沢田武氏によろし。小学生の全国大会決勝。じゃ学校に帰る。お、学校に帰るってまさか。はここから大友。この程度いつも。じゃあな。そろそろ俺も帰るぜ。あばよ。浦部たちのスピードは、あのスピードはさっき浦部が言っていたような。そしてあの新田と彼のボールをトラップした時、あんなことは小学生の時に。日向君、今年の大会は完翼、そんなに気を落とすなよ。あいつらだって一応南葛 SC で全国優勝した時、4人がかりじゃボールを取られたって。そうだよ。みんな紅白戦後半はチームをか、俺が1、2年生のチームに入る。みんなはもう片方のチームだ。どういうことだよ。いいから始めるぞ。今のくらい若林くん。一体どうしたんだよ翼。そうだよ、急に本気でやりだして。さっきの浦部たちのこと気にしてるのか。俺たちは油断してないつもりでも勝つことけど、さっきのそれに努力して。みんな俺たちを目指して。それなのに俺たちがうぬぼれていたら全国大会3連覇なんで。じゃあ翼。え、翼の言う通りさ、確かに俺たち。ああ、それを消すには練習するし。何でも言え翼。そうさ、俺たちは南葛のせ。みんな、よし、みんな全力で突っ走るぞ。おっ